ウォータクティクスとは日本の競争場である。主な勝倉は2009年アンタレスステークス。クラブ募集価格は100万円40口の4000万円。名前の由来は七名戦略。2007年11月京都デビュー。マイペースで逃げるも直線でかわされ3着敗退。この後、両前足の添えのため5ヶ月の休養を取る。 2008年4月福島未勝利戦にて復帰、直線離りのまま後続に2秒以上の喫差をつけ、圧勝。これ以後は、ダート路線に的を絞り、500万下、1000万下、1600万下と条件線を立て続けに連勝。しかも、すべて後続に0.7秒以上の差をつけるという圧勝であった。2009年2月初のオープン競争となる、アルデバランステイクスに出走。 ここでも積極的に花を奪いに行き、道中は後続に一馬神のリードを保ちながら逃げ、カフェオリンポスを花差で抑え切り、圧倒的一番人気に応えた。4月26日、初の重傷競争となるアンタレスステークスに出走。ダートで負けなしの5連勝の勢いを買われて二番人気に支持された。レースは前日の雨の影響で、重ばばというコンディションの中、 一番人気のワンダースピードの追撃を抑え、1分47秒8のレコードタイムで優勝し、重賞初挑戦初制覇を果たした。その後、ダート7連勝をかけて5月24日の東海ステークスに一番人気で出走。レースでは一周目の1コーナー付近で先頭に立つも2周目の3コーナー付近でズルズルと後退、16着ととの負けに終わり。 ダート、初黒星を喫した。その後、休養を挟んで9月21日のエルムステークスに出走を予定していたが、ジンマシンのため出走取り消しとなった。仕切り直しで挑んだ10月6日の白山大商店は一番人気に押されたものの、6着に敗れた。続く11月21日のトッパーズステークスでは2番手追走も、直線で失速し5着に敗れた。 2010年は1月24日の平安ステークスから始動。道中3番手でレースを進めたが、直線で失速し8着に敗れた。続く、マーチステークスでは3番手でレースを進め、4コーナーで先頭に並びかけたが、直線で伸びきれず7着に敗れた。その後、連覇のかかったアンタレスステークスでは先段追走も、失速しブービーの14着に終わった。この 一年の休養を取り、2011年4月24日のアンタレスステークスで復帰。先手を奪って逃げるも失速し10着。2011年6月2日をもって競争は登録を抹消。現在は三重大学で乗馬となっている。タイムランの R はレコード価値を示す。ありがとうございます。